はい、皆さんこんにちは。坂木敦史でございます。いや、焼き芋売りに来てますね、なんかね。もう全然、でも今日あったかいやんって、焼き芋食べるっていう感じじゃないですね、これ。かき氷はいらんけど、焼き芋いらんなって感じですね、ほんまにね。はい。6時37分でございます。もうこれで最後にしますね、ほんまにね。日本経済新聞、今日のですね、21日の16時31分に出た記事でございます。首相、GoTo トラベル、感染拡大地域で一時停止。はみたいな。ちょっと言いましょうか。政府は21日、首相官邸で新型コロナウイルス対策本部の会合を開き、観光需要喚起策 GoTo トラベル事業を一部制限する方針を決めた。感染拡大地域を目的地とする新規予約を一時停止する。外食需要喚起策 GoTo イート事業は食事券の新規発行の停止やポイント利用を控えるように呼びかけた。菅義偉首相は21日会合で、これまでの知見に基づく効果的な対策を迅速に実行すると表明した。一定レベルに達した地域では都道府県知事と連携し、より強い措置を講じる。重症化リスクが高い高齢者の感染拡大を防ぐ対策も強化する。うにゃうにゃと書いてありますね。うにゃ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 と書いてありますね。分科会の尾身茂会長は20日の記者会見で、北海道の札幌地域はステージ3に入っているのではないかと判断しているとの見解を示した。感染が広がる東京都と大阪府もステージ3に近づきつつあると説明していた。でおしまい。途中だいぶ飛ばしましたけどね。さて、何やねんそれっていう感じですよね。これね、菅さんが総理大臣になってから、まあ言ってみりゃ最初のね、政治判断ですね。あの学術会議あるやないかっていう話ですけど、あれは菅さんになる前からそうなってたんちゃいますか、きっと。だから菅さんもよう知らんで、なんか適当な答弁やってボケ通ってましたけどね。あれは菅さんの政治判断とは私は見なしませんで、今回のこれちゃいますか、あの政治判断最初ので、これね、政治判断ちゃいます。多分感染拡大地域で一時停止とかって言いそうなのはこれ役人ですよ。役人が書いた案ですね。でそれを菅さんが受け入れてるっていうだけで、いかにも中途半端ですね。感染拡大地域で一時停止するっていう。あえてウイルスやねんからね、中途半端やるよりもね、もうガツンとやった方がええに決まってるやんと。ほんまにね、その感染を抑えようとするのならですね。だからもう一旦全部中止とかって。で、それをやってこそ、政治というもんであって、それが政治判断というもんなんです。役人が中途半端なぐらい上げてきたら、もうそんなやってもあかんと、全部中止やって、それができなかったですね、今回、菅さんね。あんまりそういうことが得意そうには見えませんけどね、これ見てるとね。役人の上げてきたペーパーそのまま読んではる人ですからね。自分の言葉で語ってるというシーンがあんまりなさそうな感じでございまして。この判断は多分、誤ったなと、後で言われるんちゃうかなと思いますね。その、役人はね、保身なんです、基本的に。今現時点でこういう判断が一番誰が出してもそういう判断になるというような答えしか出してこないわけですね。なぜならこの時点では正しい判断やんって後で言えるわけですよ。でこの時点で全部停止とかってやっててですね、この後感染がフューッと収まっていったら、お前が何言うてんねん、何お前が言うたからああやったのにあかんやないかって、収まったやないかって、またやるんかこれってみたいな、怒られるでしょ。それが嫌なんですよ。役人見てると本当に本能はそこですからね。後で自分の責任は問われないようにしようと、それだけで動いてますんで、別にその国のことを考えてるとかですね、そういうことはないんですよ。
まあ、よう考えて自分の将のことでしょうね。よう考えて、うん、それよりもやっぱり自分、うん、ですね。自分が責任を取られない。だからいかにも役人の考えそうな小賢しいというか中途半端な、何の、何の、どないすんねんみたいな、どういう意味があんねんみたいな案ですね。感染拡大地域で一時停止で。もう笑うしかないですけど、まあ別にもう僕は 笑って、まあ、それでいいだけの話なんですけど、これでね、別にね、あの私、コロナって別に大したことないと思ってるんで、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、ここで重要なのはね、菅さんがね、こう政治判断をしなかった、できなかったということなんですね。役人の案を素直に聞いてしまったと。これ、まあ僕の想像ですよ、うん、多分。うん、それで、そんなん、大したことないですけど、コロナもね、今のところね、私が見てる限り、でも、国民がビビってるということは現実あるわけですよ、事実なんですよ。なったら嫌や、みたいな、自分も嫌やし、家族や職場に迷惑かかるのも嫌やと思ってるわけでしょ。その不安を取り除くのがですね、政府の役割の一つだと思います。不安を取り除くのがね。でちゃんとやってるから大丈夫と思っていただくようなことをやればいいのにですね、まあ大体 GoTo 自体も中途半端ですけどね、かなり中途半端ですけど、それをやってまたですね、それで広がってきたやんみたいな、そんなんね、GoTo 関係ないでとか言うても、まあ、そうやって自分に都合のええような数字ばっかり寄せてきたらそうなりますわな、そんな、でもね、僕は関係あると思いますよ。かなり旅行客っていうか、国内旅行の、あれ、ニーズって出てきてますし、それで旅行してる人知ってますしね、私も身近にね。もう身近に知ってるってことは相当あるっていうことなんですよね。で、それが感染に関係ないんかって、なわけないやん、そんな。普通に考えたら、それは関係あるでしょう。もうそれをね、なんか知らないけど、自分に都合のええデータ出してきてね、これ、ああや、こうやっていう。私もね、言論を世の中に問う人間なんでね、そのデータを使ってどうのこうのっていう時もあるんですよ、当然あるんですけども、ね、データ基本的にね、データに頼って物事を言うというのはね、これはよろしくないと思うんですよ。それ確かにデータは重要かも分かりませんよ。それ完璧なデータとかってないわけなんですよ。もうコロナだってそうでしょ。私の専門である不動産市場だって完璧なデータなんかないんですよ。表に出てきたデータを解釈しながら何か言うわけであってね。だからね、そのデータで物を言うっていう、データを元に物を言うっていうのはですね、それだけに頼り切ったらいけないなと私は思ってます。そんなことより私はどう考えてんねんと。これどう捉えてる、どう解釈して、どういうふうに、考えて、んでどういう結論に達したかということをお伝えするっていうのが私のような言論を商売にする人間の役割やと思うんですよ。データいっぱい出してきて、俺はこうですとか言って、そんなの別にデータにやらしとけよって。データか AI かなんかにやらしとけやんって。AI ができたら AI やってくれるやんな。まだ人間やらんでやん。人間は人間しかできんことやりましょうと。僕はそう思ってる人間なんですね。で、総理大臣は総理大臣にしかできない判断をしましょうよと。ね、役人がやった、出してきた案をそのまま乗るっていうのは、まあそういう、それで正解っていう時もあるでしょうけども、そうじゃない、総理大臣の人の役割というのはありますから、それは役人の言う通りっていうことではないと思います。そうだったら別にね、総理大臣いらんやん。役人だけでこの国回るやん。実際回ってるけど。ということになりますね。だからここで、ちょっとだからね、まあ、安倍さんやったらという言い方はいやらしいですけども、政治家としてね、ここでどうすべきかというのをね、最初にね、こう試された時だったなと。それを菅さんスルーにしたなという強烈な印象を私は持ってしまいましたね。これ自体は別にね、どうでもないですよ。全面停止にするか一時停止にするかっていうことで、その差がどんだけあるんかなっていう、そういう細かなことを議論するつもりは全然ないんですよ。でも、大胆にやるか、なんていうかこう、
無難にやるかというところでですね、無難な案を取ってるわけですね。全面停止って言ったところで大してそのリスクはないと思うんですよ。かえってやりやすいと思うんですよ。この細かなルール作らんでいいから。あ、そうだから、センスがねちょっとね、リーダーとしてのセンスですね、私に言わせればリーダーとしてのセンスがちょっとですね疑問符がついたんちゃうんかなというふうに私は思いました。はい、皆さんどうもありがとうございます。